2月20日火曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで、今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。火曜日のコメンテーターは総実総合研究所エコノミスト吉崎達彦さんです。はい、おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ピョンちゃんも折り返しを過ぎまして、今度は終盤に入っていくという中で、もうあのメダル云々っていうと、そのメダル総獲得数はね、史上最多にはなってますけども、まだまだドラマがいっぱいあるんだろうなと思うんだけど、あの本当にこれはいいことだなと思うんですが、あの結構こうネット上でも、以前はその日本選手ばっかりを応援している方が多かったのが、今度は最近は競技を純粋に楽しんでいる方が非常に増えてる。みんなすごい詳しいですよね。詳しいですよね。カーリングとか、はい、うちの近所のおじさんがですね、めちゃくちゃ詳しくなってて、ここは1点取らせて高校を選んだ方がいいとかね、すごいこと言うからなんでそんな詳しいんですかって。囲碁将棋に相通ずるところがあるみたいですね。本当ね、すごいですね。そういうことですよね。だからあの選手の名前もポン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 にいろんな選手の外国人選手が出てくるんでしょ。そうその中であの女子カーリングがもうこんだけ注目されちゃって、まあ今日はイギリス戦があって、これに勝つと準決勝に進める可能性があるんだけど、混戦模様なんで、あの星が並んじゃう可能性もあると言われてるんですが、その中であのスキッパーで、まあ私はあの当初から注目している藤沢さつきさんが、えらい注目度、韓国ではすごいらしいですね。圧倒的に藤沢さつきさんらしい。あのみんなの声でね、そうだね、そうだねって言ってる。そうだね、 あれがいいです。あの北海道弁ですよ ね、 そうだね、あの知り上がりになる、ね、そうだね、そうだね、あれがね話題になってます ね、 ね、 ね。でピョンちゃんは置いときまして、はい、今日の10時台11時台極みシアターのお客様をご紹介します。はい、芸人で歌手のタブレットジュンさんをお迎えしまして、朝からムード歌謡と題してお届けします。もう子供の頃からその昭和歌謡が大好きで、あのレコード収集家でもあるんですね。で彼と私の共通点、同じ相模原出身で、私があの使っている駅は淵野辺という横浜線の駅なんですが、私は知りませんでしたけど、国丸さん、あのレコード屋さんに行ったことありますよねって言って、中古レコード屋さんがあったってことを俺知らずにいたんだけど、あ、行ったことないなーって、なんでーっていうような感じです。でとにかくその、まあ、今やもう本当廃盤になっているであろうものまで、ものすごいその昭和歌謡、まあ、ムード歌謡ですね、を集めてらっしゃるんで、今日はちょっとタブレット順コレクションの中からいろんなムード歌謡をおかけしたいと思うんですね。ムード歌謡、まあ、吉崎さんの世代だとムード歌謡っていうと、まあ、コーラスグループがね多かったと思うんですね。あのスパンコールのタキシードを着て大きな蝶ネクタイで、リードボーカルだけが微妙に色がこう白っぽいとかね。ああそうでしたね、はい。あの以前鶴岡雅義さん、東京ロマンチカの鶴岡雅義さんにもお越しいただいたんですが、あのレキントギターという弦を張り詰めてキン、ちょっと硬い高音を出すという、あの鶴岡雅義さん名手にしても、 あそこまでのこう弦の張り方で今つまびくというのはもうできないよ、指が痛くてっておっしゃってましたけどね。まあいろんなムード歌謡は今日かかると思うんですが、今日のメッセージテーマです。そのムードがたまりましぇん。この語尾は何なんですかね。そうだねーに、ちょっとそれでやってみて。そのムードがたまりません。不器用。
そのムードがたまりませんっていう、うん、まあムード歌謡っていうと、うん、そうですね、昔は有線放送から流れていてスナックでカウンターを挟んでママを口説くときにムード歌謡が流れてるっていう非常に古典的なこシーンを思い出しますけどもね、はいはい、飲んでるものもそのね、うん、オールドの水割りみたいな、オールドでなきゃねここはね、そういうことですよね。また特に男女間の場合とか、男女間だけじゃなくてもほら、照明の度合いによっていろいろ違いますよね。ミラーボールとかね、薄暗くするときに商談を進めると結構いいって話、間接照明の方が意外といいんだって話はなんかで聞きましたね。夜寝る時も、あれですよね、下の方から光を当てた間接照明が眠りにいざなってくれるって話もありますし、あと赤い明かりっていうのがどうもこうせき立てるらしいですな、まあ、純ちゃんもそろそろ倦怠期ですよね。お部屋の雰囲気を赤くするとまた春が戻ってくる、燃え上がる感じですか。燃え上がるかどうかありませんけどね、そういうムードになっていくらしいです。ワンポイント、そういうムードを、まあ、例えば男女間で言うとやっとねこう2人の距離が近づいてそういうムードという時っていうのをちゃんとこううまくオペレーションできるかどうかですね。そうですよね。俺激しくくしゃみ出るんですよ大事な時に、大事な時にくしゃみ、くしゃみとともにやっぱ緊張するんでしょうね。醤油ですね、催してくるんですね。もうここぞという時にそういうことになるという、まあ女の子からしたら最悪だよな。ねえ、なんかそわそわしてんですね。もう目つぶっている状態なのにえきせんっとちょっとね、ねえ、あれね、そういうムード、はい、そういうムードにするためにいろんな当時の若いお兄ちゃん、当時の若いお兄ちゃんは、私もずっとカセットテープにバラードばっかり入れるやつを、ドライブしてる時に昼間はもう明るい曲をいっぱい入れて、で夕闇迫る頃からバラードばっかり、それも薄めにかけてなるべく人のいないところいないところへこう走っていくと、ああもうけなげだな、あの頃の努力ってな。その時のカセットテープって今もお持ちなんですか。あるんだろうけどね、聞いてみたい。もう当時はスタイリスティックスとか、いわゆるバラードっていうよりはそのチークダンスミュージックですね、これをこう何度も何度もヘビーローテーションで You are everything とか近いとかねやっちゃった。なるほど。友達に頼まれてね一回それ作ってくれて、あ人が楽しむカセット作ってることになんとなくこう虚しいなと思ったんで、そこで日大の効果入れてるんですよ、はい、そのムードがたまりましんでメッセージお寄せください。ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいた全ての方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。 JR 青梅線は午前8時50分ごろ東青梅駅で起きた人身事故の影響で立川駅と青梅駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は9時40分ごろを見込んでいます。ご利用の方はご注意ください。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、吉崎さん今日は、はい、深読み日銀人事と題しまして、先週発表になった、日銀の総裁副総裁人事の裏側を読み解いてみたいと思います。この後の日銀の、まあ、政策にも大きく影響をする、我々の暮らしにも影響が当然来るわの話になると思います、はい、お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今日はタブレット純さんをお迎えして朝からムード歌謡と題してお届けします。リスナーの皆さん、ムード歌謡のリクエスト、ムード歌謡の思い出、タブレット純さんに聞いてみたいムード歌謡に関する疑問質問などをファックスメールでお寄せください。ファックスは03-5403-1151、メールは japan@joqr.net です。
そして12時7分からの5つの極み、火曜日スポーツ情熱列島、今日は、トマシノケンジさんに2018年シーズン3つの予言をしていただきます。もう毎年恒例になってますけどね。前回は1つだけ当たりました。お立派なもんです。ね。うん。まだね、キャンプ中なのに。国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。FM916、AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。9時11分文化放送、国丸ジャパン極み深読みジャパンです。火曜日のコメンテーター、総実総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんです。このニュースです。政府は16日、今年4月に任期の切れる日銀の黒田東彦総裁の再任に国会の同意を求める人事案を衆参両院の議員運営委員会の理事会に提示しました。衆参両院とも自民公明の与党が過半数を占めているため、所信の聴取を経て可決承認される公算が大きいとみられます。黒田総裁が再任されれば半世紀ぶりに在任期間が5年を超えることになります。安倍総理大臣はデフレ脱却を確実にするため、大規模な金融緩和で日本経済の回復を下支えしてきた黒田総裁に引き続き金融政策を任せるのが最適だと判断しました。また副総裁には天宮正義日銀理事と早稲田大学の若田部正純教授を充てる人事も示しました。任期は総裁と副総裁いずれも5年間です。はい。黒田東彦総裁の、まあ、再任、まあ、ほぼ間違いないことだと思いますが、はい、在任期間が半世紀ぶりに5年を超える、うん。で、この黒田総裁の続投というのはもうほぼ間違いないだろうと言われていましたよね。うん、はい、はい。まあ、今朝の日経の報道で、続投でよかったというね、まあ、日銀の現場の声を、はい、報道されていて、まあ、あれですね、こういう時の常として終わってから、実はこうだったんだよっていう記事がボロボロと出てくるという、はい、まあ、そんな感じですね。ただ、注目点は副総裁の2つのポストがどう埋まるのかと。これは、吉崎さんがもう総裁はいいんだと。副総裁が今回はキーだよっておっしゃってましたね。まあ、三連単というのか、三連複というのか、はい、まあ、一人は、日銀の昇格ということで、天宮理事、うん、62歳ですね。はい、もう一人は、早稲田大学の若田部先生、うん、52歳、うん、この二人で決まったと、はい、いうことでございます。はい、で、日銀出身である、この天宮正義理事の場合は、はい、まあ、これはまあ、日銀側として当然あるだろうと。で、もう一方の副総裁。はい、これが要するに、まあ、こう金融経済の、うん、こう学会から、一人選ばれる、はい、誰が選ばれるかによって随分とこの先変わるんじゃないかと言われてましたが、うん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 、この早稲田大学の若田部正純教授という方は、どんなお考えをお持ちの方なんですか？はい、まあ一言で言うとリフレ派の、経済学者ということですね。はい、で、若田部先生はもともと経済史の、研究でですね、特に大恐慌時代の、経済政策、まあそういったことがご専門です。うん、ですから、今現在の金融政策の理論とかそういった方面ではないんですね。はいはい、ただ、その経済史の観点から言って、こういう危機的な状態の時には思い切った手を打たなきゃいけないと。うん、いわゆるリフレ派という、うん、そういう位置づけですね。まあ、リフレーションっていうのは前回も言いました、はい、再膨張というふうに、再び膨張する。はい、今現在、こう、膨張という言葉はちょっとね、うん、なんか随分大げさな感じもしますけども、広げといて、はい、また、機会をまた見て広げていこうじゃないかという考え方をお持ちの方のようで、これは黒田総裁と考えは同じって考えてほしいんですか？黒田さんよりもさらに、過激な方を、そうなんだと見た方がいいと思います。はいはい、正直に申し上げまして、3人いたんですね。この3連単を当てるのはですね、黒田天宮は ほぼそんな難しくなかったんで、あと1人の部分をどう当てるか。で、ここに、3人いたと思います。うん、お三方のうち、もう一人の学者としてよく名前が挙がっていたのが伊藤孝俊先生、うん、コロンビア大学の教授です。はい、伊藤先生は、時々、東京来られると、飲みに誘ってくれたりするんで、個人的には私は伊藤推しだったんですが、ただ、伊藤先生はですね、リフレ派というよりは、
まあ、もともと金融政策の、あの、ご専門なんで、インフレターゲティング論。うん、まあ、インタゲ派というんですかね。ほうほうほう、そこのね、微妙な違いが私はあったと思います。まあ、インフレターゲット、今、はい、デフレという状況が長く続く中で、はい、で、逆に今度はインフレの方に導いていくんだけど、それちゃんとコントロールしながらっていうことで、はい、目標を決めてインフレの率を決めるっていうことですね。はいはい、もう素晴らしい。その、インタゲ派の代表的な理論家でですね、もともと伊藤先生は、財務、副財務官を務めてた時期があって、その時期の財務官だったのが黒田さんなんですね。はいはい。ですから、まあ、ある意味黒田さんにこういう理論があるんですよってことを教えた、元々の、はいはい、まあ、参謀でもあるわけなんです。あと、伊藤先生のすごいのはですね、説明能力がむちゃくちゃ高くて、英語お上手なんで、大体ほら、英語上手い人が説明上手いとは必ずしも限らないんじゃないですか。伊藤先生って本当それ、両方上手いんで、これはすごくいいんじゃないかなと私は思って、出たんですが、今回は選ばれませんでした。どこに問題あるかっていうとですね、まあ、財政規律なんですね。はい、伊藤先生は本書かれてまして、日本の財政問題を、どうしたらいいかっていう本を出されてて、そのには、まあ、消費税率 20% だね、というのが結論になってる。これは多分、安倍さん的には、まあないですよね。だったんじゃないかなと思うんですね。増税見送りをされてますからね。まあ、黒田さんも多分にそうなんですけれども、やっぱり財政規律はちゃんと守らなきゃいけない。日本の国債っていうものがちゃんとその信任を得てなきゃいけない。ここにすごく思いがあるんで、そういう意味ではですね、黒田さん、伊藤先生はリフレ派とは言い難いんですね。ああ、そうなんだ。私は、このお二人はインタゲ派だと。で、そこはね、若干違うと。ですから、官邸としては何が何でもここには、起死鮮明なリフレ派を送り込みたかった。それが、今回の、若田部人事だろうなと思ってます。そうなってくると、まあ、黒田船長のもとに、副船長のこのお二人、はいはいはい、雨宮さんと若田部さんですよね。はいはいはい、このトリプルで、まあ、トライアングルでやっていくんですけど、はいはい、今後、はい、じゃあどうなっていくのかということで、はい、今日の本題なんですけども。はい、5年間、まあ、超金融緩和をやってきて、はい、その成果は今どうだっていうと、半ば成功、半ば失敗。と言っていいと思います。半ば成功というのは、まあ、雇用情勢も良くなっている。まあ、経済成長という意味でいくと、名目でこの5年間平均で 2.2% ぐらい、それから実質で 1.4% ぐらい、これはまあ、日本経済の今の人口減少の中にあっては、まあまあの出来と言っていいと思います。で、そういうまあ、経済成長という意味では、そこそこうまくいっていると。で、どこがうまくいってないかというと、当初2年で 2% の物価上昇を目指すと言っていた。で、これが、達成されてない。で、まあ、インフレターゲットに向かう、やり方も、最初は量的質的緩和だということで、国債をバンバン買いまくった。2014年には追加緩和もやった。で、それがどうもダメっぽいと、いうことに、これだけじゃ到達できないし、もう国債も買える量には限界があるということがだんだん分かってきたんで、まあ、達成目標をどんどん先送りしながら、途中からマイナス金利とか、イールドカーブコントロールとか、だんだん訳が分からなくなってきたと。民間銀行がね、はい、日銀に預けてるお金、そこに置いとくと、金利で取っちゃうよっていうんで、はい、じゃあ、その分、預けるんだったら、市中に回しなさいよ、融資しなさいよ、ローンの方にどんどん回しなさいよってことをやったはずなんだけど、まあ、そこまでには至っていない。ゆえに、出口政策にはまだいけないということになってます。
で、この間のですね、いろんなこの、量的、質的緩和とか、イールドカードコント、カーブコントロールとか。イールドカーブコントロールってのもう一回教えてもらえますか。イールドカーブコントロールっていうのはですね、10年もの国債の金利をゼロに保ちますという、うん、まあそういう新しい、金融政策なんですね、はい。これは2016年の9月から、導入しているわけなんですけれども、元々の日銀の説明ではですね、日本銀行は短期金利はコントロールできますが、長期金利はできませんって言ってたんですね。でも10年長期になりますよね。10年もの国債の、利回りを、なんとか保ってみせますと、うん、で実はそのためにはいろんな手での手札を使うと、うん、これ結構職人の世界なんで、それができちゃう、少なくとも今までのところできてると、うん、こういう次から次へと新しい手口を生み出してきた、うん、誰がこんなことやってきたかというと、うん、今回副総裁に昇格される、うん、この雨宮さん、うん、そうなんだ。この人はすごい、とんでもないエキスパートですよ。もう過去20年間、日銀のあの金融政策の重大な局面っていうのはほとんど彼がやってますね。雨宮副総裁が。はいはい。次期副総裁が。2001年の量的緩和の、これはまあ多分まだ課長とかなんですけれども、もうずっとそうです。で、しかも途中で白川総裁に、はい、疎まれて、大阪に飛ばされる。うん、これ、大阪に飛ばされるとまた大阪の人が、ちょっと嫌な思いをされるかもしれないんですが、大阪支店長になられた時はみんな、うん、ああ、かわいそうにと。白川さんのやろうとしてたこととちょっと合わなかったのねと。うん、もうこれで終わりかねえっていうふうに、まあ、その時は思われてた。うんだけども、カムバックされて、うん、この5年間の、黒田、さんの、政策を支えてきた、そういう人物です。うん、で、今朝の日銀の、観測記事によるとですね、5年後には、この人を総裁にしたいと。ほうほうほう。というのは、10年間日銀から総裁が出ないことになりますんで、うん、そうするともうこのプリンス雨宮を何とかして、うん、お願いというのがですね、うん多分5年後だろうね、という、うん、そういう観測になってます。金融緩和ということで、うん、我々ちょっとピンとこないことはあるんですけども、うん、内外の様々な景気とか経済情勢、うん、それから政治情勢も全てこう頭に入れながらも、うん、高度なパズルを組み合わせていくようにバランスがちゃんと必要だし、うん、一方的に大きなパズルだけを入れていくわけじゃなくて、細かいパズルも合わせていかなきゃいけない。これ膨大なデータを駆使しながらも、こう大変な作業だってことは前聞いたことあったんですよ。それをこの雨宮副総裁になる、まあ現在日銀理事、この方はずっとやってたんだ。そうなんです、そうなんです。日銀って組織はですね、企画局って、っていう、まあ、部署があって、ここが、やっぱ、一種のエリートなんですね。はい、で、まあ、他にもたくさん、いろんな局があって、うん調査統計局とか、国際局とか、まあ、いろいろあるわけですけれども、うん、この企画局が、この金融行政の肝のところやってる。雨宮さんはそこの生え抜きですよね。で、まあ、まあ言ってみればこの20年間のデフレとの戦いのまあまあ主役と言っていいんじゃないですかね。参謀長みたいなもんな感じなんですかね。ただ吉田さん、その日銀の日銀マンからすると雨宮現在日銀理事次期副総裁を5年後には総裁よって思ってその5年後にはこの日本はどうなってるかっていう雨宮さん頑張っていただいて。で、いつかは出口を出なきゃいけないと言われている中で、うん、今その時期じゃないっていうふうに判断したわけですよね。そうです、そうです。はい。で、この先じゃどうなっていくのか。まあそこでちょっとこの本の紹介をしたいんですが、はい、今出てる日銀と政治っていう本がございます。はい、これ朝日新聞の記者の鯨岡仁さんって方が、書かれた本で、うん20年間のデフレ、との戦いを全部、安東の20年史っ
ていう副題がついてるんですが、はい、これがね、すごくいい本で、本当にこの20年間の日本銀行を政治との関わりから描いてるんです。はい、で、20年前っていうと、早見勝、総裁の時が誕生した時ですね、ちょうど98年の3月でした。まあ、私は元早見市長やってた、こともあって、いろいろ懐かしかったんですけれども、もともと日銀、新日銀法っていうのができたのが98年で、まあ、独立性というものを、まあ、認めた新日銀法がスタートした、そこからのが始まりなんですけれども、ただ、結局この20年間は、あんまり独立させると良くない。むしろ、政治と、中央銀行がちゃんと協力しなきゃいけないということがだんだん分かってきた。そういう20年間だったんだと思います。で、ただ、この20年間にはいろんな、紆余曲折があって、特に2008年に、まあ、当時のねじれ国会の下で、総裁が決まらないっていう、まあ、異常事態を、招いたこと、あれの、まあ、ちょっと罪は、重かったかな。当時の日銀総裁が決まんなかった、ね、決まんなかったんですね。まあ、それで当初副総裁に指名されていた、白川さん、まあ、日銀出身の、まあ、大変学者肌の方が、まあ、総裁になっちゃうんですけれども、その白川さんの下で、まあ、急速に円高が進む。まあ、その当時、アメリカもヨーロッパもどんどん量的緩和政策を打ち出して、まあ、日本も早くああいうことやんなきゃダメよって言ってたんだけども、できなかった。まあ、結果的には2012年に、まあ、安倍、12年の暮れに総選挙があって、安倍政権が発足する。まあ、そうすると、まあ、レジームチェンジとも言われるような大規模な変革につながっていくわけなんですけど、まあ、本当にね、この間のいろんな、裏側っていうのが、書かれてて、大変面白いんですね。あの時に川柳紹介してましたよね。何でしたっけ。ね、その時のご老中が変わってね。あ、元の濁りの、白川の濁りに、魚も、耐えかねて、元の濁り。要するに、あれですよ、江戸時代ですよね。もともとは、あれですよね、田沼意次の政治の頃は良かった、ね。賄賂政治って言われてて、ダメじゃねえかって言われてたんだけど、松平定信の、時代になって、で、まあ、物事後期粛清になっちゃったんで、昔は良かったねっていう話になって。当時、その白川総裁の時に、吉崎さんはその川柳をね、出したのを覚えてるんですけども。まあ、今でもね、その白川時代の日銀が良かったっていう人を白日銀と呼んで、まあ、今の黒田さんになびいた人を黒日銀と呼んでするらしいんですけどね。で、まあ、今回こういう人事が、まあ、確定、ほぼ確定です。まあ、これから承認を得なきゃいけないんですけども。そうなっていくと、まあ、出口戦略がしばらくちょっと蓋を閉じて、こう、出口の出の字を言っただけでも、こう、マーケットに与える影響は大きいと。じゃあ、今後の5年間で、じゃあ、でも出口は見据えてこなきゃいけないわけですよね。もう、この、雨宮正義日銀理事にとって、今まで20年間こう積み上げてきたものの、その集大成になるかならないか、ここでもししくじったりとかすると、今後10年、20年どころか50年後の日本にももう大きな影響を与えると思うんですか？まあ、この量的緩和政策というか、まあ今の、緩和っていうのは本当に実験的な政策ですよね。で、まあその先高ランナーになってるのがアメリカ経済で、今ちょうどそのアメリカ経済が出口に差し掛かってるわけですね。金利もかなり上げてきました。長期金利今 2.9% まで上がってきてます。そうすると株価がいきなりガーンと落ちたりして、まあそれがこの今月に入ってからの動きですよね。まあですから、日銀が出口を云々する前に、今のアメリカの出口がどうなっていくのかっていう、それを我々見ていかなきゃいけない。残念なことながら先行指標の方が規模がでっかくてですね、我々はその影響を受けちゃう立場なんだけれども、そのくらい今前人未到のことをやってるんだと。
これ本当はあのリフレ派にしてもインタゲ派にしてもですね、本当の答えは誰も知らないんです。はい、残念ながら。異次元の金融緩和やってるから前例がないわけですよね。はい。あの、100年後の経済学は多分それに対する答えを持ってるでしょうけれども、それは我々には分からない。あの、で、あの、正統派の、まあ、経済学っていうのが、あの、まあ、当初、日銀理論と言われて、これしかないんだっていうことでやってたことが、どうもそれはダメみたいだと。で、この20年の中で、直近5年間は、ちょっと冒険を、黒田さんの元でしてるわけですね。で、その冒険の結果はどうかっていうと、まあ、さっき言った通り、1勝1敗。まあ、55点ぐらいかなというところです。で、もっと、財政も含めて冒険しろって言ってんのが、まあ、リフレ派で、いやいや、そうじゃなくて、もうちょっと、あの、節度を持ってやっていきましょうと言ってるのがインタゲ派という、今はそういう感じなんだろうと思うんですね。まあ、いずれにしても、うん、あの、正解はわからないけど、選択肢はいくつかあって、これあの、目隠しして、えいやって引いたやつが、後に、あ、これ正解だったねって、まあ、そんなね、ずさんなものではないにしても、でもここまで来ちゃってると異次元なわけだから、わかんないですよね。わかんないです。はい。あの、学問って無力だなと思うんですけど、ただ、逆にやってみないと、わかんない。結果聞いてみるしか。まあ、手口が見えないという中で、より一層の金融緩和がまだあるのって言えば、ないとは言えないわけですか？あの、多分天宮さんだったらまた何か次のことを仕掛けてくると思いますね。うん、ああ、そうですか。はい。手並みをご老じろなんて余裕はないと思うんです。我々の生活に最終的には直結する問題ではありますのでね。また、吉崎さんには、丹念なウォッチを一つよろしくお願いしたいと思います。火曜日の深読みジャパン、コメンテーターは総理総合研究所エコノミスト、吉崎達彦さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。2月20日火曜日です。 FM916 AM1134 ラジコ、ラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。火曜日のコメンテーターは総実総合研究所エコノミスト吉崎達彦さん。はい、おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ピョンちゃんも折り返しを過ぎまして、今度は終盤に入っていくという中で、もうあのメダル云々っていうと、そのメダル総獲得数はね、史上最多にはなってますけども、まだまだドラマがいっぱいあるんだろうなと思うんだけど、あの本当にこれはいいことだなと思うんですが、あの結構こうネット上でも、以前はその日本選手ばっかりを応援している方が多かったのが、今度は最近は競技を純粋に楽しんでいる方が非常に増えてるんですね。みんなすごい詳しいですよね。詳しいですよね。カーリングとか、はい、うちの近所のおじさんがですね、めちゃくちゃ詳しくなってて、ここは1点取らせて高校を選んだ方がいいとかね、すごいこと言うからなんでそんな詳しいんですかって。囲碁将棋に相通ずるところがあるみたいですね。本当ね、すごいですね。そうですよね。だからあの選手の名前もポン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 、いろんな選手の外国人選手が出てくるんでしょ。その中であの女子カーリングがもうこんだけ注目されちゃって、まあ今日はイギリス戦があって、これに勝つと準決勝に進める可能性があるんだけど、混戦模様なんで、あの星が並んじゃう可能性もあると言われてるんですが、その中であのスキッパーで、まあ私があの当初から注目している藤澤五月さんが、えらい注目度、韓国ではすごいらしいですね。圧倒的に藤澤五月さんらしい。あのみんなの声でね、そうだね、そうだねって言ってる。そうだね、 あれがいいです。あの北海道弁ですよね。そうだね、知り上がりになる。そうだね、そうだね、あれがね話題になってますね。
ってピョンちゃんは置いときまして、はい、今日の10時台11時台極みシアターのお客様をご紹介します。はい、芸人で歌手のタブレット潤さんをお迎えしまして、朝からムード歌謡と題してお届けします。もう子供の頃からその昭和歌謡が大好きで、あのレコード収集家でもあるんですね。で、彼と私の共通点、同じ相模原出身で、私があの使っている駅は淵野辺という横浜線の駅なんですが、私は知りませんでしたけど、久美子さん、あのレコード屋さんに行ったことありますよねって言って、中古レコード屋さんがあったってことを俺知らずにいたんだけど、あ、行ったことないなーって、なんでーっていうような感じです。で、とにかくその、まあ今やもう本当廃盤になっているであろうものまで、ものすごいその昭和歌謡、まあムード歌謡ですね、を集めてらっしゃるんで、今日はちょっとタブレット純コレクションの中からいろんなムード歌謡をおかけしたいと思うんですね。あのムード歌謡、まあ、吉崎さんの世代だとムード歌謡っていうと、まあ、コーラスグループがね多かったと思うんですね。あのスパンコールのタキシードを着て大きな蝶ネクタイで、リードボーカルだけでは微妙に色がこう白っぽいとかね。ああそうでしたね。はい、あの以前鶴岡雅義さん、東京ロマンチカの鶴岡雅義さんにもお越しいただいたんですが、あのレキントギターという弦を張り詰めてキン、ちょっと硬い高音を出すという、あの鶴岡雅義さん名手にしても、 あそこまでのこう弦の張り方で今つまびくというのはもうできないよ、指が痛くてっておっしゃってましたけどね。まあいろんなムード歌謡は今日かかると思うんですが、今日のメッセージテーマです。そのムードがたまりましぇん。この語尾は何なんですかね。そうだねーに、ちょっとそれでやってみて。そのムードがたまりません。不器用。そのムードがたまりませんっていう、まあムード歌謡っていうと、うん、そうですね、昔は有線放送から流れていて、スナックでカウンターを挟んでママを口説くときにムード歌謡が流れてるっていう非常に古典的なこシーンを思い出しますけどもね。飲んでるものもそのね、オールドの水割りみたいな。オールドでなきゃね、ここはね、そういうことですよね。また特に男女間の場合とか、男女間だけじゃなくても、ほら、照明の度合いによっていろいろ違いますよね。ミラーボールとかね。あの薄暗くするときに商談を進めると結構いいって話、間接照明の方が意外といいんだって話は何かで聞きました。黒田総裁に引き続き金融政策を任せるのが最適だと判断しました。また副総裁には雨宮正義日銀理事と早稲田大学の若田部正純教授を充てる人事も示しました。任期は総裁と副総裁いずれも5年間です。はい、黒田晴彦総裁の、まあ、再任、まあ、ほぼ間違いないことだと思いますが、はい、在任期間が半世紀ぶりに5年を超える、で、この黒田総裁の続投というのはもうほぼ間違いないだろうと言われていましたよね。今朝の日経の報道で続投でよかったというね、まあ、日銀の現場の声を、はい、報道されていて、まあ、あれですね、こういう時の常として終わってから、実はこうだったんだよっていう記事がボロボロと出てくるという、まあ、そんな感じですね。ただ、注目点は副総裁の2つのポストがどう埋まるのかと。これは、吉崎さんがもう総裁はいいんだと。副総裁が今回はキーだよっておっしゃってましたね。まあ、三連単というのか、三連複というのか、まあ、一人は、日銀の昇格ということで、雨宮理事、62歳ですね。はい、もう一人は、早稲田大学の若田部先生、52歳、この二人で決まったと、いうことでございます。はい、で、日銀出身である、この雨宮正義理事の場合は、まあ、これはまあ、日銀側として当然あるだろうと。で、もう一方の副総裁、これが要するに、まあ、こう金融経済の、こう、学会から、一人選ばれる、誰が選ばれるかによって随分とこの先変わるんじゃないかと言われてましたが、この早稲田大学の若田部正純教授という方はどんなお考えをお持ちの方なんですか。まあ、一言で言うとリフレ派の、経済学者ということですね。で、若田部先生はもともと経済史の、研究でですね、特に大恐慌時代の、経済政策、まあ、そういったことがご専門です。ですから今現在の金融政策の理論とかそういった
った方面ではないんですね。はいはい。ただ、その経済史の観点から言って、こういう危機的な状態の時には思い切った手を打たなきゃいけないと。うん、いわゆるリフレ派という、うん、そういう位置づけですね。まあ、リフレーションっていうのは前回も言いました、はい、再膨張というふうに、再び膨張する。はい、今現在、こう、膨張、膨張という言葉はちょっとね、うん、なんか随分大げさな感じもしますけども、広げといて、はい、また、機会をまた見て広げていこうじゃないかという考え方をお持ちの方のようで、これは黒田総裁と考えは同じって考えてるんですか？黒田さんよりもさらに過激な方を、そうなんだ、と見た方がいいと思います。はいはい、正直に申し上げまして、3人いたんですね。この3連単を当てるのはですね、黒田雨宮は ほぼそんな難しくなかったんで、あと1人の部分をどう当てるか。で、ここに、3人いたと思います。うん、お三方のうち、もう一人の学者としてよく名前が上がっていたのが伊藤孝俊先生、うん、コロンビア大学の教授です。はい、伊藤先生は、時々、東京来られると、飲みに誘ってくれたりするんで、個人的には私は伊藤推しだったんですが、ただ、伊藤先生はですね、リフレ派というよりは、まあ、もともと金融政策の、ご専門なんで、インフレターゲティング論、まあ、インタゲ派というんですかね。ほうほうほう、そこのね、微妙な違いが私はあったと思います。まあ、インフレターゲット、今、はい、デフレという状況が長く続く中で、で、逆に今度はインフレの方に導いていくんだけど、それちゃんとコントロールしながらっていうことで、はい、目標を決めてインフレの率を決めるっていうことですよね。はい、もう素晴らしい。その、インタゲ派の代表的な理論家でですね、もともと伊藤先生は、財務、副財務官を務めてた時期があって、その時期の財務官だったのが黒田さんなんですね。はいはい、ですから、まあ、ある意味黒田さんにこういう理論があるんですよってことを教えた、元々の、はいはい、まあ、参謀でもあるわけなんです。あと伊藤先生の すごいのはですね、説明能力がむちゃくちゃ高くて、英語お上手なんで、大体ほら英語上手い人が説明上手いとは必ずしも限らないじゃないですか。伊藤先生って本当それ両方上手いんで、これはすごくいいんじゃないかなと私は思ってたんですが、今回は選ばれませんでした。どこに問題あるかっていうとですね、まあ、財政規律なんですね。はい、伊藤先生は本書かれてまして、日本の財政問題はいやどうしたらいいかっていう本を出されてて、そのには、まあ、消費税率 20% だねというのが結論になってる。これは多分安倍さん的にはまあないですよね。だったんじゃないかなと思うんですね。増税見送りをされてますからね。まあ、黒田さんも多分にそうなんですけれども、やっぱり財政規律はちゃんと守らなきゃいけない。日本の国債っていうものがちゃんとその信任を得てなきゃいけない。ここバランスがちゃんと必要だし、一方的に大きなパズルだけを入れていくわけじゃなくて、細かいパズルも合わせていかなきゃいけない。これ膨大なデータを駆使しながらも、大変な作業だってことは前聞いたことあったんですよ。それをこの天宮副総裁になる、まあ現在日銀理事、この方はずっとやってたんだ。そうなんです、そうなんです。日銀って組織はですね、企画局っていう、まあ部署があって、ここがやっぱ一種のエリートなんですね。はい、で、まあ他にもたくさんいろんな局があって、調査統計局とか国際局とか、まあいろいろあるわけですけれども、この企画局がこの金融行政の肝のところをやってる。天宮さんはそこの生え抜きですよね。で、まあ、まあ言ってみればこの20年間のデフレとの戦いの、まあ、まあ、主役と言っていいんじゃないですかね。参謀長みたいなもんな感じなんですかね。ただ、吉田さん、その日銀の、日銀マンからすると、天宮、現在日銀理事、次期副総裁を、5年後には総裁よって思って、その5年後には、この日本はどうなってるかっていう、天宮さん頑張っていただいて、で、いつかは出口を出なきゃいけないと言われている中で、今その時期じゃないっていうふうに判断したわけですよね。そうです、そうです。はい。で、この先じゃどうなって
ていくのか、まあ、そこでちょっとこの5本の紹介をしたいんですが、はい、今出てる日銀と政治っていう本がございます、はい、これ朝日新聞の記者の鯨岡仁さんって方が、書かれた本で、うん、20年間のデフレとの戦いを全部、安闘の20年史っていう副題がついてるんですが、うん、はい、これがねすごくいい本で、本当にこの20年間の日本銀行を政治との関わりから描いてるんです、はい、で20年前っていうと早見勝、総裁の時が誕生した時ですね、うん、ちょうど98年の3月でした。まあ、私元早見秘書をやってた、うん、こともあっていろいろ懐かしかったんですけれども、もともと日銀新日銀法っていうのができたのが98年で、うん、まあ、独立性というものを、まあ、認めた新日銀法がスタートした、そこからのが始まりなんですけれども、うん、ただ、結局この20年間は、あんまり独立させると良くない。うん、むしろ、政治と、中央銀行がちゃんと協力しなきゃいけないということがだんだん分かってきた。うん、そういう20年間だったんだと思います。で、ただ、この20年間にはいろんな、紆余曲折があって、特に2008年に、まあ、当時のねじれ国会の下で、総裁が決まらないっていう、まあ、異常事態を、招いたこと、あれの、まあ、ちょっと罪は、重かったかな。当時の日銀総裁が決まんなかった、ね、決まんなかったんですね。まあ、それで当初副総裁に指名されていた、白川さん、うん、まあ、日銀出身の、まあ、大変学者肌の方が、うん、まあ、総裁になっちゃうんですけれども、うん、その白川さんの下で、まあ、急速に円高が進む。うん、まあ、その当時、アメリカもヨーロッパもどんどん量的緩和政策を打ち出して、うん、まあ、日本も早くああいうことやんなきゃダメよって言ってたんだけども、うん、できなかった。まあ、結果的には2012年に、まあ、安倍の12年の暮れに総選挙があって、安倍政権が発足する。まあ、そうすると、まあ、レジームチェンジとも言われるような大規模な変革につながっていくわけなんですけど、まあ、本当にね、この間のいろんな、裏側っていうのが、書かれてて、大変面白いんですね。あの時に川柳紹介しましたよね。うん、何でしたっけ。ね、その時のご老中が変わってね。あ、元の濁りの、うん、白川の濁りに、魚も、耐えかねて、うん、元の濁り、要するに、あれですよ、江戸時代ですよね。もともとは、あれですよね、田沼意次の政治の頃は良かった、ね。賄賂政治って言われてて、ダメじゃねえかって言われてたんだけど、松平定信の時代になって、うん、で、まあ、物事、後期粛清になっちゃったんで、昔は良かったねっていう話になって。っていうふうに、当時、その白川総裁の時に、吉崎さんはその川柳をね、出したのを覚えてるんですけども。まあ、今でもね、その白川時代の日銀が良かったっていう人を白日銀と呼んで、うん、まあ、今の黒田さんになびいた人を黒日銀と呼んでするらしいんですけどね。で、まあ、今回こういう人事が、まあ、確定、ほぼ確定です。まあ、これから承認得なきゃいけないんですけども。うん、そうなっていくと、うん、まあ、出口戦略がしばらくちょっと蓋を閉じて、こう、出口の出の字を言っただけでも、こう、マーケットに与える影響は大きいと。じゃあ、今後の5年間で、じゃあ、でも出口は見据えて、ここにすごく思いがあるんで、そういう意味ではですね、黒田さん、伊藤先生は、リフレ派とは言い難いんですね。ああ、そうなんだ。私は、このお二人はインタゲ派だと。でそこはね若干違うと、ですから官邸としては何が何でもここには起死鮮明なリフレ派を送り込みたかった、それが、今回の若田部人事だろうなと思ってます。そうなってくると、まあ、黒田船長のもとに、副船長のこのお二人、はいはい、雨宮さんと若田部さんですよね。このトリプルで、まあ、トライアングルでやっていくんですけど、はい、今後、はい、じゃあどうなっていくのかということで、はい、今日の本題なんですけども。はい、5年間、まあ、超金融緩和をやってきて、はい、その成果は今どうだっていうと、半ば成功、半ば失敗。うん、
と言っていいと思います。あの、半ば成功というのは、まあ、あの、雇用情勢も良くなっている。まあ、経済成長という意味でいくと、名目でこの5年間平均で 2.2% ぐらい、それから実質で 1.4% ぐらい、これはまあ日本経済の今の人口減少の中にあってはまあまあの出来と言っていいと思います。で、そういうまあ経済成長という意味ではそこそこうまくいっていると。で、どこがうまくいってないかというと、当初2年で 2% の物価上昇を目指すと言っていた。で、これが、達成されてない。で、まあ、その、インフレターゲットに向かう、やり方も、最初は、量的質的緩和だということで、国債をバンバン買いまくった。2014年には追加緩和もやった。で、それがどうもダメっぽいと、いうことに、これだけじゃ到達できないし、もう国債も買える量には限界があるということがだんだん分かってきたんで、まあ達成目標をどんどん先送りしながら、途中からマイナス金利とか、イールドカーブコントロールとか、だんだん訳が分からなくなってきたと。民間銀行がね、はい、日銀に預けてるお金、そこに置いとくと、金利で取っちゃうよっていうんで、はい、じゃあだ、その分、預けるんだったら市中に回しなさいよ、融資しなさいよ、ローンの方にどんどん回しなさいよってことをやったはずなんだけど、まあ、そこまでには至っていない。ゆえに、出口政策にはまだいけないということになってます。で、この間のですね、いろんなこの、量的、質的緩和とか、イールドカードコント、カーブコントロールというか。これ、イールドカーブコントロールってのもう一回教えてもらえますか、はい、イールドカーブコントロールっていうのはですね、10年もの国債の金利をゼロに保ちますという、まあそういう新しい、金融政策なんですね。はい、これは2016年の9月から、導入しているわけなんですけれども、元々の日銀の説明ではですね、日本銀行は短期金利はコントロールできますが、長期金利はできませんって言ってたんですね。でも10年長期になりますよね。10年もの国債の、利回りを、なんとか保ってみせますと。で、実はそのためにはいろんな手での手札を使うと、これ結構職人の世界なんで、それができちゃう。少なくとも今までのところできてると、こういう次から次へと新しい手口を生み出してきた、誰がこんなことやってきたかというと、今回副総裁に昇格されるこの天宮さん。あ、そうなんだ。この人はすごい、とんでもないエキスパートですよ。もう過去20年間、日銀の金融政策の重大な局面っていうのはほとんど彼がやってますね。天宮副総裁が。はいはい。次期副総裁が。2001年の量的緩和の、これはまあ多分まだ課長とかなんですけれども、もうずっとそうです。で、しかも途中で白川総裁に、はい、疎まれて、大阪に飛ばされる。これ、大阪に飛ばされるとまた大阪の人が、ちょっと嫌な思いをされるかもしれないんですが、大阪支店長になられた時はみんな、ああ、かわいそうにと。白川さんのやろうとしてたこととちょっと合わなかったのね、と。もうこれで終わりかねえ、っていうふうに、その時は思われてた。だけども、カムバックされて、この5年間の、黒田、さんの、政策を支えてきた、そういう人物です。で、今朝の日銀の、観測記事によるとですね、5年後には、この人を総裁にしたいと。ほうほうほう。というのは、10年間日銀から総裁が出ないことになりますんで、そうするともうこのプリンス天宮を何とかして、お願いというのがですね、多分5年後だろうね、という、そういう観測になってます。金融緩和ということで、我々ちょっとピンとこないことはあるんですけども、内外の様々な景気とか経済情勢、それから政治情勢も全てこう頭に入れながらも、高度なパズルを組み合わせていくように、夜寝る時も、あれですよね、下の方から光を当てた間接照明が眠りにいざなってくれるって話もありますし、あと赤い明かりっていうのがどうもこうせき立てるらしいですな。まあ純ちゃんもそろそろ倦怠期
ですよね。お部屋の雰囲気を赤くするとまた春が戻ってくる。燃え上がる感じですか。燃え上がるかどうかありませんけどね。なそういうムードになっていくらしいんです。ワンポイント。そういうムードを、まあ、例えば男女間で言うとやっとねこう2人の距離が近づいてそういうムードという時っていうのをちゃんとこううまくオペレーションできるかどうかですね。そうですよね。俺激しくくしゃみ出るんですよ。大事な時に大事な時にくしゃみ、くしゃみとともにやっぱ緊張するんでしょうね。あの醤油ですね。催してくるんですね。もうここぞという時にそういうことになるという、うん、まあ女の子からしたら最悪だよな。ねえ、なんかそわそわしてんですね。もう目つぶっている状態なのにエキシンってとかちょっとね、ねえ、あれね、ね、そういうムード、はい、あのそういうムードにするためにいろんなあの当時の若いお兄ちゃん、当時の若いお兄ちゃんは、ね、私もずっとあのカセットテープにバラードばっかり入れるやつを、うん、ドライブしてる時に昼間はもう明るい曲をいっぱい入れて、で夕闇迫る頃からバラードばっかり、それも薄めにかけてなるべく人のいないところいないところへこう走っていくと、ああもうけなげだな、あの頃の努力ってな、うん、その時のカセットテープって今もお持ちなんですか。あるんだろうけどね、聞いてみたい、うん、どんな感じだったんだろう。当時はスタイリスティックスとか、あのいわゆるバラードっていうよりはそのチークダンスミュージックですね、これをこう何度も何度もヘビーローテーションで You are everything とか近いとかねやっちゃった。なるほど。友達に頼まれてね一回それ作ってくれて、あ、作って人が楽しむカセット作ってることになんとなくこう虚しいなと思ったんで、そこで日大の効果入れてるんですよ。はい、そのムードがたまりましんってメッセージお寄せください。ファックスは 03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいたすべての方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。 JR 青梅線は午前8時50分ごろ東青梅駅で起きた人身事故の影響で立川駅と青梅駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は9時40分ごろを見込んでいます。ご利用の方はご注意ください。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、吉崎さん今日は、はい、深読み日銀人事と題しまして、先週発表になった、日銀の総裁副総裁人事の裏側を読み解いてみたいと思います。この後の日銀の、うん、まあ、政策にも大きく影響する、うんうん、我々の暮らしにも影響が当然来るわの話になると思います。はい、お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今日はタブレット純さんをお迎えして朝からムード歌謡と題してお届けします。リスナーの皆さん、ムード歌謡のリクエスト、ムード歌謡の思い出、タブレット純さんに聞いてみたいムード歌謡に関する疑問質問などをファックスメールでお寄せください。ファックスは 03-5403-1151、 メールは japan@joqr.net です。そして12時7分からの5つの極み、火曜日スポーツ情熱列島、今日はトマシノケンジさんに2018年シーズン3つの予言をしていただきます。もう毎年恒例になってますけどね、前回は一つだけ当たりました。お、立派なもんですね、うん、まだねキャンプ中なのに国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。9時11分文化放送、国丸ジャパン極み深読みジャパンです。火曜日のコメンテーター、総実総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんです。このニュースです。政府は16日今年4月に任期の切れる日銀の黒田晴彦総裁の再任に国会の同意を求める人事案を衆参両院の議員運営委員会の理事会に提示しました。衆参両院とも自民公明の与党が過半数を占めているため、所信の聴取を経て可決、承認される公算が大きいとみられます。
黒田総裁が再任されれば半世紀ぶりに在任期間が5年を超えることになります。安倍総理大臣はデフレ脱却を確実にするため大規模な金融緩和で日本経済の回復を下支えしてきた